はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年1月11日22時51分08秒。えー、さとしさん。えー、吉田社長に聞いてみたいこと。ようやく自分がやるべきことの、えー、なんとかいようやくやるべきことが見えてきました。えー、過去の動画を見てコミットメントの本当の意味を教えていただきました。ありがとうございます。具体的な設計図を書いてみますということで、まあ僕の何かしらの動画を見ていただいたのかなと思います。自分のやるべきことが見えてきたということで良かったですね。 うんえー、過去の動画を見てコミットメントの本当の意味を教えていただきました。ありがとうございます。何の動画で言ったのかなあの、コミットメントって大事なんですよね。例えば、あの、僕、あの、ライブ放送っていうのやってるんですけれども、これも僕が毎日放送しますっていうコミットメントをみんなにブワーってしてるんで、やらざるを得ない状況を作ってるわけですよ。 まあ僕も人間なんで折れる時もあるんですけど、やっぱコミットメントした以上やらないといけないわけじゃないですか。まあ人間っていうのは嘘をつきたくないっていう感情があるので、言えば言うほど、なんだ、お前嘘つきだ、言ったじゃねえかって言われたくないんですよ。だから言ったらそこに責任が生じて、その責任を全うするっていう、このプロセスが自動的にははあの働くんですよ。例えば、これはですね、僕も教わったんですけど、あの、 一日で5億4千万上げた伊勢さん村上さんっていう人がいて、その当時僕もその伊勢さん村上さんのプロモーションを見てたりとか、まあその合宿セミナー、どうやって一日で5億上げたのかっていう合宿セミナーとかに参加して、まあ、勉強してたりとかしてたんですけど、伊勢さんが言ってたのが、要はま,まずコミットメントしろと。要はセミナーやりますっていうのを言うべきだと。だ商品売りますっていうのを言うべきだと。商品作ってなくても商品売りますっていう。 だ早く成功したいんであるならば早く結果を出したいんだったら結果をあのやることを言っちゃうってことですなぜほとんどの人が結果を出せないかっていうとそのやる,こやるべきことを後回しにしにちゃうんですよもう一度言いますね結果が出てない人っていうのはそのやるべきことを後回しにしちゃうんですでこの後回しにしない方法としてコミットメントがあるんです で、コミットメントをすればするほど後回しせざるし、できない状況かを自分で環境を作るんですね。だからやるじゃないですか。じゃやれば新しい結果って得れるんですね。で、伊勢さんが当時言ってたのが、伊勢さんっていう人も昔はネットビジネス全くできなくて、まあ,まあ初心者の時があったんですよ。で、それで伊勢さんがなんかミスター x だったかな。なんか習って、なんかあの、平さんかな。なんか習ってコミットメントしろみたいな。 だからもう商品売りますよっていう先に言うっていうだからメルマガの読者さんにもう商品作ってないけど商品売りますこの日に売りますってなると商品作んないといけないじゃないですかでしかも売っちゃうみたいな先にでそうすると新しいことをやるっていうことが確実に行動としてこう促せるので新しい結果を得れるんですよ なコミットメントをたくさんすることによって、新しい結果を得れます。なぜならば、えーえー、確実に行動できる環境下を自分で作るからです。うんだからコミットメントっていうのはすごく大事です。で、いろんな人に言いまくるっていうの。俺こう稼ぐぜみたいな。ホラー付近になりたくないじゃないですか？うん。 だ僕も自分で自分を追い込むために、ライブ放送も毎日やります、みたいなことを言う,いうことによって、まあ自分でこう追い込んで、こうやってるっていう感じですよね。うん。であとは、まあ商品販売に関しても、えー、セミナーこの日にやります、やります、やりますっていうことによってやらないといけないじゃないですか。あと商品販売しますよっていう。で、この前も、えっ、ー、と、20万以上の商品を販売したんですけど、えー、それも商品がない状態から販売したんですよ。 要はこの日から開催しますみたいな。で商品を先に20万ぐらいの商品をこう売ったわけですよね。でまだ商品提供ないです。でこの日から開催しますよって先に売るわけですよ。そうすると作らないといけないわけじゃないですか。うう売れてるわけですから。うん。だその自分でやらないといけない環境下を自分で作るっていうのはコミットメントをするっていうのはすごくいいです。でそのコミットメントをして第三者に言いまくるっていうことが重要です。 コミットメントしても、自分にコミットメントしても、自分って自分に甘いんですよ。もう一度言いますね。自分にコミットメントしても、本当のコミットメントじゃないです。なぜならば、人っていうのは自分に負けるからです。自分が最強の敵なんですね。だから自分に勝てないんですよ、ほとんどは。自分に勝てる人っていうのは勝手に成功します。もう一度言いますね。自分に勝てる人っていうのは勝手に成功していきます。勝手に成功します。だって自分に勝てるわけですから。 めんどくさいいなーっててててう自分が出てきてそれれに勝るるわけでですすからでやれるんですよ例えば営業マンだったら「うわー断れたらどうしよう」みたいな「うわ行きたくねえな」っていう自分が出てくるわけですよ。だけど自分に勝てる人っていうのはそこを乗り越えて営業にまた行くわけですよね。でほとんどの人はそこの自分に勝てないんですよ。ほとんどの人は自分に勝てません。 っていうことを認識した上で、第三者の、えー、第三者にそのコミットメントをして、その、その弱い自分に、を、その第三者のその目,目をですね、借りてやるってことですね。うん。だって別に自分自身でコミットメントをしても、自分しか、ね、自分に甘えちゃえば別に誰にも言ってないわけですから、誰もわかんないじゃないですか。 月収100万稼ぐんだって自分の中に心の中に思ってたとしても別に稼稼うが稼がななくてもも誰にも影響ないですよねただこれが俺絶対このなんだ来月に月収100万稼ぐ俺絶対来月月収100万稼ぐ仕事も辞める辞表も出すってなったら <laughs> やらざるを得ないですよ、ねうん、だからコミットメントの本当の使い方っていうのは第三者に言いまくるってことです。 で自分の環境を作るっていうことですねやるざらな。やらないといけない環境化を。はい。はい、以上です。えー、ありがとうございました。